スコット・カーペンターはアメリカ合衆国出身の宇宙飛行士、海軍軍人。1959年4月、マーキュリー計画で選出されたアメリカ初の宇宙飛行士7人のメンバーの一人として知られている。1962年5月に打ち上げられたマーキュリーアトラス7号で地球を周回、帰還したコロラド州ボルダー出身。地元のボルダー高校を卒業後、 アメリカ海軍の航空士官学校に入校。第二次世界大戦の終戦まで、そこで訓練を受ける。1945年11月に、一旦ボルダーに戻り、コロラド大学ボルダー校で、航空工学を学んだ。卒業前に、熱交換の試験で不合格になりその学位を得ることが、できなかったが、後に、彼が、マーキュリーアトラス7号で単独宇宙飛行をした際、 大学は彼の卒業後における宇宙飛行士としての訓練は合格点の不足を補ってあまりあるとして学士の学位を与えた。また、1965年には海軍で海底居住実験プロジェクトに参加し、シーラブ2での推進65メートルで30日滞在した。2013年10月10日、コロラド州デンバーの病院で死去。88歳没。 スコット・カーペンター史指教イコール元米宇宙飛行指ドッ .com2013 年10月11日ありがとうございます。